This is Radio Thailand World Service, broadcasting from Bangkok and relayed over transmitters in Bandung, Udon Thani, northeastern Thailand. For listeners in Asia and Pacific, the Middle East and Africa, Europe and America, it is now time for our broadcast in Japanese.こちらはラジオタイランドの日本語放送です。この放送はウドンタニ県バンドゥンのボイスオブアメリカの送信所を通じてお送りしています。こんばんは。こちらはラジオタイランド日本語放送です。ラジオを聞きの皆様、いかがお過ごしでしょうか。それでは本日お伝えしますニュースの項目です。広範囲に及ぶ洪水被害に見舞われたにもかかわらず、消費者信頼感指数は4ヶ月連続で上昇しています。サウジアラビアへタイから鶏肉の輸出が許可されました。APEC の展示会が開催されました。タイ政府観光庁は今年、タイに入国する外国人観光客を1000万人との目標を発表しています。それではまず初めのニュースです。広範囲に及ぶ洪水被害に見舞われたにもかかわらず、消費者信頼感指数は4ヶ月連続で上昇しています。タイ商工会議所大学は、タイで広い範囲に発生した洪水について、経済的な被害予測を行いました。タイ商工会議所大学は、被害総額は120億バーツから200億バーツに上ると見込んでおり、GDP に 1% から 1.5% の影響が出るのではと予測しています。一方、消費者信頼感指数は9月も前の月を上回り、これで4ヶ月連続で上昇しました。タナワット学長は、9月の信頼感指数は 44.6 ポイントで、4ヶ月連続で前の月を上回ったとの結果を明らかにしました。これは過去8ヶ月で最も高い数値となっています。タナワット学長によりますと、改善の主な理由として、新型コロナウイルスを管理していた非常事態宣言が解除されたことにより、経済が改善されたという消費者マインドが影響していると指摘しています。また、洪水の影響があったものの、新型コロナ規制の大幅な緩和により、外国人観光客のタイへの入国が容易になったことが挙げられています。また、ベンゼン価格も上半期のピークから大きく価格を下げています。しかし、タナワット学長は、消費者は依然として物価高やロシア・ウクライナ紛争に不安を抱いていると語っています。多くの国で政策金利が引き上げられていることも消費者にとって懸念材料となっています。これらの要因から、タイ経済の成長率は今年の目標値である 3% から 3.5% を下回る可能性があると見ています。この後学長は、経済回復のシグナルはまだ希薄であるため、国は洪水による被害を最小限に食い止め、エネルギー費用の補助や利権を規制するために介入する必要があると指摘しています。また国は企業の生産コストをビジネスの回復を妨げるほど上昇させないようにする必要があるとしています。次のニュースです。サウジアラビアへタイから鶏肉の輸出が許可されました。商務省はサウジアラビアへタイの鶏肉の輸出を加速させていますが、今回タイの鶏肉工場11カ所がサウジアラビアへの輸出が許可されたとして、これを歓迎しています。ジュリン商務大臣によりますと、サウジアラビアの食品医薬品管理当局はタイの鶏肉をサウジアラビアへ輸出することを許可しました。輸出の許可により10月11日からサウジアラビア向けの鶏肉輸出が増産されています。ジュリン商務大臣は今年8月にサウジアラビアを公式訪問した際、
サウジアラビアの食品医薬品当局とタイからの鶏肉輸出について話し合いを行いました。サウジアラビア当局はタイからの要請を受け、タイの鶏肉加工工場11カ所にサウジアラビアへの鶏肉を輸出する許可を与えると発表しました。ジュリー商務大臣は話し合いの成果だとしてこれを歓迎し、輸出のさらなる活性化につなげたいとしています。輸出の許可は10月11日から施行され、タイは鶏肉を輸出できるようになりました。丸鶏から加工鶏肉、調理済みの鶏肉などあらゆる鶏肉がサウジアラビアへと輸出が開始されています。2009年からサウジアラビアとタイは長い間国交断絶した状態が続いており、これまでサウジアラビアはタイからの家禽類の輸入を禁止していました。今年1月、プラユット首相がサウジアラビアを公式訪問したことで国交が回復し、貿易や経済、観光などあらゆる分野でサウジアラビアとの交流が活発化しています。この中でサウジアラビアはタイからの求めに応じ、サウジアラビアの食品医薬品局はタイの鶏肉加工工場11カ所を視察し、輸入を許可しました。またタイは今後、牛肉、ヤギの肉など他の肉についても輸出の機会を増やしたい考えで、イスラム教徒が食べることを許されているハラールの取得も積極的に行っていく方針です。サウジアラビアは輸入への需要が高く、特に質が良く安くて安全な食肉のニーズがあるとして、タイ国内でも商務省と農業省が連携して輸出を拡大させる計画です。次のニュースです。 APEC の展示会が開催されました。アジア太平洋経済協力会議 APEC 首脳会議が来月タイで開催されることを記念し、 APEC タイランド2022オープンコネクトバランスと題した展示会が開催されました。オープンコネクトバランスは今回の APEC 首脳会議のテーマで、無限の可能性を探っていくものです。この展示会はタイが主催国としてふさわしいことをアピールしていきます。首相府広報局はスワナプーム国際空港でこの APEC タイランド2022を開催し、ホスト国としてのタイの準備体制を示すとともに、タイで開催される APEC 首脳会議の認知度を上げていくものとなっています。アヌチャ首相府大臣が開会式で司会を務めました。首相府大臣は APEC 首脳会議のテーマ、オープン・コネクト・バランスは安全でシームレスな国境を越えた交流、デジタル化、バイオ循環グリーン経済モデルを通じた貿易と投資の機会、地域経済の統合を優先していると語り、 APEC 首脳会議をもっと身近に感じてほしいと展示会へ足を運ぶよう呼びかけました。展示では貿易・投資の円滑化、コネクトの回復、持続可能で包括的な成長の促進の3つのテーマに焦点を当て、 APEC を紹介しています。次のニュースです。タイ政府観光庁は今年、タイに入国する外国人観光客を1000万人との目標を発表しています。タイ政府観光庁ユタサック長官は、今年1月1日から9月25日まででタイに入国した外国人旅行者の数は580万人、1日あたりの平均では4万6000人となったことを発表しました。これを受け、タイ政府観光庁では今年タイに入国する外国人旅行者の数を1000万人と情報修正しています。また国内旅行では延べ1億6000万人のタイ人がタイを旅行すると見ています。これは新型コロナ発生前の2019年の約半分で、タイの観光業が急速な V 字回復をしている証拠だと説明しています。現在タイへ入国する外国人旅行者は月平均150万人で、今年第4四半期はヨーロッパやアメリカなどの遠隔市場からの観光客にとって観光ハイシーズンを迎えるため、タイ政府観光庁の目標1000万人は達成できるものとみられています。タイに入国する外国人観光客の予算は1回の旅行につき1人平均5万5000バーツとなっています。
これはまだコロナ規制が厳しかった第一四半期を含めたもので、今後滞在期間が長くなり、平均7万7000バーツまで上がると予想されています。タイ人観光客が1回の旅行で国内で費やす予算は平均4000バーツとなっています。ユタサク長官によりますと、外国人旅行者の数は目標は達成できると見ていますが、観光収入1兆5000億バーツの目標達成は依然として厳しい状態です。これはこの時期の観光客が主に週末だけ国境を越えてタイに来るマレーシア人など短距離市場からの観光客が多いためです。タイではヨーロッパやアメリカなどから長期滞在する旅行者の拡大を目指し、年末に向けタイへの観光をアピールしていく計画です。以上、ラジオタイランドの小島秀美でした。ごきげんよう。さようなら。That concludes our broadcast in Japanese. This program can be heard from 2000 to 2015 Bangkok time or 1300 to 1315 GMT.